チタン44とは、チタンの同位体の一つ。44TI は、半減期が60.0年の比較的短命な放射性同位体である。天然環境においては、チタン、バナジウム、クロムが各破砕反応をした際に生成されることはあるが、通常は自然界では存在しないとみなして良いほど微量にしか存在しない同位体である。しかし、チタンの放射性同位体の中では、 最も寿命の長い同位体であり、次に長い 45Ti の184.8分と、比べれば17万倍も長い。また、口述する通り一部の特殊な環境ではよく見られる、同位体でもある。44Ti は、電子捕獲によって崩壊し、44SC となる。44SC は、半減期3.97時間で速やかに非、電子放出によるモードで崩壊し、 安定同位体である 43CA になる。44Ti の崩壊モードは電子捕獲なので観測が極めて難しいが、娘各種である 44SC は陽電子を放出するため比較的容易に検出することが可能であり、44SC の間接的な検出によって 44Ti の存在を知ることができる。カルシウムの安定同位体の一つである44。 CA から 44TI を生成するのは、重イオンビームを照射するような極端な条件以外では、2個の中性子を一度に、陽子に変化させることは極めて難しいため、放射性廃棄物を包むコンクリートに含まれるカルシウムが各反応によって 44TI に変化する可能性は考慮しなくて良いとされる。ハップル宇宙望遠鏡が1996年2月6日に、 撮影した SN1987A の画像。中心部にある紫色の輝きが、超新星残骸の本体で 44Ti が大量に含まれていると推定されている。なお、外側のリング状の部分が一部輝いているのは別の理由によるものである。44Ti は、超新星爆発を研究する際には、これは、 大質量の構成が起こす通型超新星では、大量の 44Ti が生成し、超新星残骸に混じって残留するためである。そして、44Ti が電子捕獲によって崩壊するため、穴を埋めるために電子が背に位置、68ケブという固有のエネルギー値を持つ特性 X 線が放出されるため、これを計測することで 44Ti の存在を知ることができるのである。 ただし、このエネルギー値は、ガンマ線の領域とも重複するため、44Ti から放出される光子を高 X 線と、ガンマ線のどちらを表記するかは書き手によって変わってくる。なお、44Ti の半減期は、この超新星残骸の測定よって判明したもので、それ以前は、約50年と極めて大雑把にしか分かっていなかった。十四 t i は、半減期が、比較的、 長いため、数十年にわたって、ガンマ線を放出し、超新星残骸を熱し続けることがある。例えば、1987年に超新星爆発を起こした SN1987A では、2012年のインテグラルによる観測によれば、爆発によって、太陽質量の0.03%、すなわち6 0 2 4ラムもの44。 TI が生成したとされている。放射能は3039ベクレルにもなる。これは、通型超新星で、理論的に生成される量の上限にあたり、爆発が非対称な形で発生したことを示していると考えられている。SN1987A は、爆発から20年以上経過した観測時においても、44TI によって輝き続けている。また、 1998年に発見された超新星残骸であるベラジュニアはコンプトンガンマ線観測衛星によって得られた 44TI から放出されるガンマ線の分布を調べることで発見された。その後の計測でベラジュニアは1200年代に超新星爆発をした残骸であると推定された。十四 t i は超新星残骸ではよく見られる放射性同位体であるが 理論上は爆発する構成内部の圧力やエネルギーなどの条件が一定の値を満たさないと生成しない。コンピュータシミュレーションでは寿命を迎えた大質量性は爆発するのではなく自身の重力で収縮してしまうため実際に発生している超新星爆発の具体的なモデルが構築できない問題がある。44Ti はシミュレーションで用いられる。 全方向に対象な爆発よりも方向が非対象な爆発において生成されやすいため 44Ti の量の観測は現在のモデルがどのように間違っているかを調べる意味でも重要である。実際 SN1987A やカシオペア座 A に含まれる 44Ti の量は非対象な爆発が発生したことを示している。44Ti は 28SI が連続で 4HE と各融合反応をして燃焼するケースを燃焼過程で経由する各種の一つである。44TI は4 0 c a から生成し、さらに 4HE と反応して 48CR を生成する。ありがとうございます。